秋名田大橋は、広島県呉市の本州側と下鎌狩島を結ぶ、道路橋及び橋を中心とした道路。秋名田大橋有料道路の有料橋である。1999年前検証道路部門受賞、同年土木学会田中賞作品部門受賞。秋名田大橋2000年1月供用開始。秋名田諸島を8つの橋で結ぶ秋名田諸島。 連絡課橋事業により課橋した道路橋の一つであり通称、秋野田一号橋うち唯一の有料橋である。広島県道74号下鎌刈川尻線の一部を構成し、うち広島県道路公社管理分がこの有料道路に当たる。道路含めた総事業費は487億円、うち110億円を賄うため2030年1月まで、 召喚を行う予定である。橋としては2014年現在で国内9位の吊り橋で、広島県では因島大橋に次いで県内2位に当たる。都道府県が整備した一般県道の吊り橋ではこの橋が日本最長。料金所は呉市本州側の川尻町にある。ETC レーンは整備されていない。 歩行者及び自転車は無料。回数券も存在する。広島県道路公社が管理する2路線のうち、2014年、現在の普通車1回分通行料は、広島熊野道路が200円であるのに対し、秋灘大橋有料道路は720円となっている。秋灘諸島の島民にとって、橋は、 生活道路としての機能も担っているため、高い通行料金は、広島県議会予算委員会や呉市議会で議題に上がっている。これに関連して、2012年1月から2014年3月まで、回数券100回券の通行1回あたりの料金を、現金で通行する場合の約6割程度に引き下げ、交通量の変動を調査する社会実験が行われ、 2014年4月からの通行料金は、この社会実験の料金に消費税分が加算されて、正規料金となっている。2012年4月から、秋名田諸島内での指定施設で1000円以上買い物をした場合に、帰りの通行料金を助成する、秋名田大橋有料道路、回数通行券助成事業を展開している。道路所限協量所限、目病瀬戸と呼ばれる、 この海峡は、天然体などが取れる良質な魚場であることから、橋脚や基礎、海域内に置かないよう配慮され、さらに大型船舶の航行も多いため桁下40メートル、加工幅560メートルと、大きな航路限界が設定された。これを満足させるため、長大橋とすることになりその中で釣り橋に決定し、さらに本州側は、目病島に、下鎌狩�り側は、 海岸線ギリギリに首都を置いたため中央士間が750メートルなのに、大使本州側が255メートル下鎌狩り側が170メートルと、非対称な士間割となった。これにより、中央士間が長い割には、車道が2車線と他の長い吊り橋と比べて、細身の吊り橋となり、それに加え中央警官の割には、側警官が短いアンバランスな吊り橋となった。 そのため1、20と1、120のモデルを作って、風洞実験を行い、台風安定性を確認している。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます秋名田、大橋有料道路に関するカテゴリ。ありがとうございます。